エリコロです。エリコロのダイエット企画、まずは2023年2月6日から2月12日までの体重記録をご覧ください。 64.85 65.00 64.75 64.85 64.85 63.95 63.75。 はい、というわけで今週の結果はマイナス 1.1kg でした。トータルでマイナス 12.95kg です。あ、よかった、マイナスですね。先週確かプラス1キロくらい、1キロいかないくらい増えちゃったんですけど、今週やっとっていうか、まあマイナスになりましたね。まあ結果オーライです。よかったなと思います。でも内容はそんなに良くなくてですね。で、今週結構、私アロマでいろいろ、今住んでいる北海道安平町の方で活動し始めているところなんですけれども、まあ、たまたま重なったんですよね。ワークショップとかイベントとかがガガガって重なっちゃいまして、準備とかいろいろ調べたりとかするのとかでですね、なんかご飯食べるのぐっちゃぐちゃだったんですね。朝食べなかったりとか、夜食べなかったりとか、なんか本当最近こんな話ばっかりしてるような気もするんですけど、本当にご飯が本当に全然健康的じゃない。私が最も大切にしている食生活、バランスの良い食生活っていうことを考えたら全然ダメダメだったんですよ。で、今回 1.1 キロ痩せたっていう検査じゃなくて結果になったのが、なんでかっていうと、前の日にですね、食べれなかったんですよ、イベントで。で、朝はもう食べそびれました。で、お昼は、イベントでトリートメントをですね、していたので、全然食べる時間ありませんでした。で、夜はもうですね、イベントで売ってたクレープ1個食べて終わりました。そのためにですね、そりゃ痩せますよね。ガーンって痩せたので、今週の結果がたまたまですね、日曜日測定した時がマイナス、先週に比べるとマイナス1キロ近く減ってたっていう結果になっているので、なんか運動ガンガンして健康的に食事をして痩せましたっていう風に大喜びはできないのでございます。はい、そんな感じでございました。そうだから、そんなんだったので、タクトレはもちろん最近できてませんし、かといって、あ、ヨガは行ったのかな、ヨガ行ったりはしましたね。それ以外はほぼ何もできずじまいということでございました。そろそろ本当に運動をきちっとやんなきゃな、筋トレとかもちゃんとコンスタントにやらなきゃなっていう風に、もう毎週毎週反省点ばっかり言ってますけれども、いい加減もうやりますやります詐欺にならないようにやんなきゃいけないですね。はい、そんなわけでですね、今週はマイナス1キロにはなってますけれども、反省点の多い1週間でもありましたということで、来週はですね、しっかりバランスよく自分で自炊しながら3食食べて、運動もちゃんとやって、無理のない程度にですね、やってですね、長続きさせるためくらいの程度の感じの運動量を取り入れてですね、ダイエットの方頑張っていきたいと思っております。はい、そんな感じでですね、今お話ししているこちらの動画は毎週水曜日に、月曜日から日曜日までの1週間のまとめの報告動画になっておりまして、それ以外に毎日毎朝6時に前日何を食べたか、どんな行動してたかみたいなですね、ダイエットの記録を残しているような感じの食生活 Vlog っていう毎日更新の動画も上げておりますので、もしご興味ありましたら合わせて見ていただけると嬉しいです。はい、そのわけで今回はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。